もやもや探検。はい、こんにちは。もやもや探検家ルンです。今日はアドレスホッパーとしての質問があるみたいなので、それについて答えていきたいと思います。はい、はい、質問じゃじゃん、はい、じゃじゃん。普段旅の中で洗濯はどうしてるんですか？はい、旅中に洗濯なんですけど、私はもともと洗濯が得意ではなくって、旅をし始める前、アドレスホッパーになる前はもう週に2回業者さんに来てもらったりとかしてたんですね。なんかいろいろ洗濯をやってくれるのがいろいろあって、なんかこうカバンに入れて宅急便で送るとか、なんかそういうのもあったんやけど、それも一回やってみたけどめんどくさいなと思って、でいろいろ探してたら、なんかおじいちゃんおばあちゃん用の見守り付きの洗濯サービスっていうのがあって、おじいちゃんおばあちゃん元気ですか、洗濯もらえますねみたいなやつ でそこに一応なんか連絡したら、別にまだまだおばあちゃんじゃないと思うんだけどまだおばあちゃんじゃないけど、それ洗濯お願いしてもいいんですかって言ったら、いいよって言ってくれて、おじいちゃんおばあちゃんの量とは違う、うちはめっちゃ多い、息子もその時は息子も一緒に高校生だって一緒に住んでたからすごい量だったんだけど、それもなんか倍にしてくれて、しかも私が本当は対面で、その見守りだから対面なんだけど、いない時でも一応こうやって置いておきましょうみたいな決めたりとかして、でも結局なんかそうやって決めたけど、結局やっぱり心配だからっている時に合わせて来てくれたりとかして、そうやって洗濯をやってたんですね。でなんか届いた時にもうピシッて全部なんかピシッて畳まれてあるみたいな、そんな感じにしてました。でアドレスホッパーっていう、その家を手放してからの洗濯はさすがに毎週同じ業者さんに来てもらうこともできず、はい、でどうしようかなって思ったけど、私がすごく憧れてたアドレスホッパーの先輩はなんか洗濯用のこういう、なんていうの、旅先でも洗濯ができる、そこの中に洗剤と洗濯物入れて、多分なんか足で踏んだりとかして洗濯、足で踏むのが分かんないけど、なんかそういうのあるんやけど、私それはめんどくせえなって思ったので、それはやってないです。でも手でも洗ってなくて、どうしてるかっていうと、まあホテルとかにだいたい洗濯機があるのでまあそこでやってる感じですね。でたまになんか私ホテルを選ぶときに洗濯機がないところもあったりとかして、その時ああ閉まったって思うんですけど、前はなんか洗濯機がなくって、しかもすごく田舎だったからバスに乗ってわざわざ洗濯をしに行ったっていうコインランドリーのっていうのとかもあります。もともと服はそんな3着4着とかぐらいしか持ってないので、やっぱ3日に1回とかは結局しないと服がなくなるんですけど、でも大体そのホテルで洗濯コインランドリーで回したり、エアビーアンドリーで泊まると大体洗濯機はついているので、そこで洗濯をしています。はい、ちなみにその洗濯で洗うじゃないですか、はい、うん、乾燥は乾燥機でやるんですか？乾燥は私が一番好きなのはドラム式で、乾燥まで一気にやってくれるのがあったら最高ですだからなんか、でもそれはない時もあるので、例えば今東京にいて、東京今 Airbnb で、まあ、ワンルームマンションみたいなところに泊まってるんですけど、ここは洗濯機しかなかったからしてます。干すものとかはそこにあるんですか？あります、あります、あります。結構なんかそうエアビーとかで泊まると、だいたい洗濯用のこのピンチとかも
置いてくれてあるし、なんとかなります。で、前に与論島で泊まった時に洗濯機はあるけど干すところがなくてっていうところがあったけど、椅子とかかけたり、あとはこの辺にあったとりあえずハンガー持ってきて椅子にかけるみたいな、うん、とかして、まあでも洗濯物はなんとかなってる感じはしますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんでそれを聞いてみたかったんですか？私はその干すやつを100均で買って旅に持って行ってます、うん、あ、そうなんだ。で、なんか何やってんだろうって思いながら旅先で、まあその旅の種類にもよるんですけど、うんうんうん、とかになるとやっぱりちょっと手洗いで、うん、洗面台に水を溜めて、うんうん、なんか洗剤もペットボトルちっちゃいのに入れて持っていくんですけど、すごい。私の場合は本当に荷物となるべく少なくしたいから、まあ、ピンチは持ってなくて、洗剤もたまにないところとかもあるけど、その時は水でもきっと綺麗になるって思って洗濯をしています。海外とか結構そんなついてないじゃないですか。でも私は海外に行くと結構人ん家にホームステイをしたい人なので、だいたい日本だとその宿を選ぶときにそのホストがそこに結構いないところに泊まりたい、一人の時間が大事だから、なんかホームステイっぽいところには泊まらないんですけど、海外に人恋しくなるからで不安だったりするから、なるべくホストファミリー的な人がいるところを選ぶので、そうすると大体そこに人が住んでるから洗濯機もあったりとかして、でそこね、国によってまた洗濯機の感じも違う、なんかその洗濯部屋があったりとか、なんかそういうのも面白いから、うん、海外でコインランドリーに行ったりはしてないですね。ただなんか最近はね、コロナで海外に行けないからちょっとわかんないですけど、ちょっと前というか海外にガンガン行けてた時は、今の宿のレベルとお金的な余裕が、今は1泊このぐらいまで OK みたいな自分の中であるのが、それの3分の1ぐらいだったからそうなるとやっぱり例えばゲストハウスとかだとタオルがなかったりとか、まあ、洗濯機とかが、洗濯機があるのかな、なんかわかんないけど、どうしてたんだろう。それも、でも人ん家が多いからなんとかなったのと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なぜ森林学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。モヤモヤ探検家ルンでした。